北方領土と呼ばれる地域、択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島は日本国の固有の領土です。しかしこの地域は第二次世界大戦末期にソ連に占領され、その後もその後継国家であるロシアに占領されたままとなっています。今回はこの北方領土に樺太や北海道などを含めた地域と日本とロシアの関係について、その歴史を動画で振り返ります。古代期、この地域は日本の縄文文化圏でしたが、鎌倉時代になるとユーラシア大陸の北方からオホーツク人が侵入し、日本人と混血してアイヌとなり、この地域に定住していきました。これからはこの辺りで暮らすことにしよう。鎌倉幕府は蝦夷地と呼ばれていた北海道南部に蝦夷代官安藤氏を配置してこの地を支配しました。この時代、蝦夷地は犯罪人の流刑地とされていました。蝦夷地は日本の一部だ、しっかりと管理せねば。それから江戸時代にかけて、蝦夷地は安藤氏の流れを汲む柿崎氏、後の松前氏が領主として治めますが、アイヌ人との間に何度も衝突が起きています。富の簒奪を許すな。1600年代から日本と東方へ進出してきたロシアの双方で、この地域のさまざまな地図が作成されます。1799年、淡路島の商人高田屋貨幣が漁場運営と海鮮業のための国後島、択捉島周辺の航路を開拓、択捉島に多数の漁場を開き、アイヌに漁法を教えるなどしました。北前船で儲けるぞ、アイヌの人たちとも一緒に栄えていきたいものだ。1804年、ロシアは鎖国している日本の江戸幕府に通商・開国を要求。我が国は鎖国しているのだ、ロシアと交易はいたさぬ。そうか、ならば力でこじ開けるまでだ。日本へ押し寄せたロシア艦隊は武力で脅して日本を開国させるため、樺太や択捉島の日本の拠点を攻撃しました。文化露光事件、この事件は今まで太平と思われていた日本において国防の重要性を覚醒させる事件となり、以降幕府は東北諸藩から武士を集め北方地域の警備に当たらせました。この頃から日本はロシアを脅威と感じるようになっていきます。1808年、幕府の役人間宮林蔵が樺太を探索。当時樺太は日本とロシアの両国の国民が混在している地域でした。樺太は大陸から続く半島ではない、島であることを改めて確認したぞ。この業績により、樺太と大陸を隔てる海峡は間宮海峡と呼ばれています。1811年、千島列島の測量を行っていたロシアの海軍軍人ゴローニンが、厳戒態勢だった幕府の国後島の役人に捕らえられるという事件が発生、ゴローニン事件。ロシアはその報復として海鮮業の高田屋貨幣の船を拿捕し、貨幣をカムチャッカ半島へ連行します。え、俺なんで？これ以上ロシアとの関係を悪化させたくない幕府は、文化露光事件がロシア皇帝の命令に基づくものではないと証明すれば、ゴローニンを解放するとロシアへ通告して交渉。高田屋貨幣も自ら交渉に尽力し、やがて双方ともに解放されて事件は解決しました。1855年、この頃になると日本の開国を求めてロシアの他にアメリカ、イギリス、フランスなどの艦隊も
日本周辺に出没するようになります。開国せざるを得ないのか。幕府はこれらの国との交渉を行い、開国して条約を締結します。この時日本はロシアと、日露は新条約を締結。日本とロシアの間で初めて国境画定が行われ、択捉島とウルップ島の間を日露間の国境と定めました。択捉、国後などは列島の一部ではなく蝦夷地に付属する島だ。樺太については意見が対立し、国境の画定は見送られ、両国民混在の地となっている現状のままとされました。その後もロシアは軍艦での恫喝を続けますが、樺太はロシアの領土だ、ここは日本国の領土じゃ。北方の開拓者である岡本勘助が樺太最北端の八乙岬に大日本領の標柱を立てるなど、日本もロシアに屈することはありませんでした。明治時代になると蝦夷地は北海道と改称され、明治維新により身分を失った武士などが屯田兵として北方の警備開拓のために送り込まれます。明治政府の北海道開拓政策は日本を豊かにするための政策として進められましたが、俺たちの住む場所が奪われていく。土着のアイヌたちは住む土地を奪われて移住を強いられ、やがて日本人化していくことになります。1875年、国境が確定されていなかった樺太の扱いを決めるため、日本とロシアは樺太千島交換条約を締結。明確な国境がないために樺太周辺では日露間に紛争が頻発していましたが、この条約により日本は樺太の領有を放棄し、その代わりにウルップ島以北の千島列島全島が日本領に組み込まれることになりました。この条約締結には日本とロシアどちらの国民からも反対の声がありました。千島列島は樺太より面積では確かに小さいが、太平洋とオホーツク海の境となるこの地域は軍略上も水産業の観点からも大変重要なのだ。1891年、日本を訪問していたロシア皇太子、後の皇帝ニコライ2世が京都周辺を観光中に日本の警察官に切りつけられる暗殺未遂事件、大津事件が発生。ロシアめ、ぐっ。皇太子は命に別状はありませんでしたが、明治天皇が直接見舞って謝罪することになります。日本はロシアの報復を恐れましたが、結局賠償要求や武力報復はありませんでした。アジアへ進出してくるイギリス、フランス、アメリカ、ロシアなどの勢力からの防波堤とするため、日本は朝鮮半島に権益を確保しようとしますが、朝鮮の宗主国である清国と対立。1894年、明治27年、日本と清国は朝鮮半島をめぐって戦争となり、日清戦争。日本はこれに勝利して多額の賠償金と朝鮮半島での権益のほか、辽東半島、台湾などの新たな領土を獲得します。いやー、ひどい、やりすぎだろ。え？この清国からの領土獲得について、ロシア、ドイツ、フランスの3国が横から介入。日本が目立ちすぎるとアジアの平和にとって脅威になるな。辽東半島については清に返した方がいい。くっ。武力行使も辞さないという三国の態度に、軍事的小国である日本は抵抗できず、やむを得ず辽東半島は手放すことになりました。三国干渉。ここは前から我々が狙っていたのだ。
冬でも凍らない港だからな。日本が遼東半島から撤退した後の1898年、ロシアは清国に対日賠償金の支払いを援助し、なんとその見返りに遼東半島を租借地とし権益を獲得したのです。この行為は日本に強い屈辱感と反ロシア感情を募らせました。ロシアめ。その後もロシアは南下して日本を威圧。日本は清国の領土である満州にロシアが権益を持つことに文句をつけない代わりに、朝鮮半島と日本には手を出さないようにロシアと交渉しますが、そんな約束はできんな。朝鮮半島も日本も我々のものにしようと思っている。強大なロシアが日本に妥協する理由はありませんでした。このままでは日本はロシアの植民地となってしまう。今まで我々はロシアを恐れてきたが、ここは覚悟を決めて戦わねばならない。ロシアやアメリカの軍艦が来航して以来、外国の武力を恐れた日本は明治維新を成し遂げ、富国強兵の政策をここまで進めてきました。1904年、明治37年、日本軍は朝鮮半島に軍事拠点を築き始めたロシア軍に攻撃。日本の命運をかけた日露戦争が勃発します。日本の猿どもを蹂躙せよ。日本の数倍の国力と世界一位の陸軍を擁するロシアを相手に、日本が勝利することはありえないと思われていました。203高地を攻め落とせ。そうすれば旅順を取れる。野木将軍率いる日本陸軍は難攻不落といわれたロシアの旅順要塞を攻撃。日本軍は死者1万5千人、戦傷者4万4千人という損害を出しながらも、この包囲戦に勝利します。日本軍の受けた損害は大変大きなものでしたが、近代要塞戦としてはヨーロッパなどで行われている戦闘と比べてはるかに少ない損害で勝利を収めました。旅順で勝利した日本軍は続いて宝天海戦にも勝利。この戦いは双方合わせて60万人の将兵によって戦われた世界史上でも稀に見る大規模な海戦でした。そして広告の後輩この一戦にあり、各員一層奮励努力せよ。1905年、日本海の対馬沖で東郷平八郎提督率いる日本の連合艦隊と世界最強と呼ばれたロシアのバルチック艦隊が激突。この日本海海戦はバルチック艦隊の主力艦のほとんどが沈没。対して日本の損害は極めて軽微という、日本海軍の完全勝利となりました。世界の予想に反して日本はロシアに勝ち続け、1905年、日露間の講和条約としてポーツマス条約が締結されます。この条約により日本は樺太の南半分を領土として獲得しました。東洋の小国であった日本が大国ロシアを打ち負かしたのです。世界が日本の凄さに驚きました。1910年、日本は国の防衛線を強化するため朝鮮半島を日本の領土として併合します。ロシアでは日露戦争の敗北がきっかけとなり、ロシア革命が起こります。ぬぬ。さらにレーニン率いる共産主義勢力赤軍が武装蜂起。それに反抗する勢力との間で内戦が起こります。ロシア内戦。共産主義の国家を作るのだ。共産主義は危険だ。1918年、
この台頭してきた共産主義勢力の封じ込めを目的とし、日本、イギリス、アメリカなどが内戦中のロシアへ出兵、シベリア出兵。日本は一時、ウラジオストクからイルクーツクあたりまでのシベリア地域を占領します。この間、ニコライフスク、ニコーで日本人居留民数百人を含む住民がロシアの赤軍に逆されるという事件が勃発。ニコー事件。助けてくれ！いや！女性は寮、された上残され、領事館へ逃げ込んだ人々も皆銃されるという凄惨な事件でした。俺たちの国に入ってきた奴らを許すな。この報復として日本は一時北樺太を占領します。結局赤軍を抑えることはできず、この出兵は失敗に終わり、1922年には全ての国が撤兵します。赤軍は内戦に勝利するとソビエト連邦を成立させ、世界初の共産主義国家が誕生しました。1931年、昭和6年満州事変が勃発。日本は共産主義勢力の拡大に対する防衛基地として重要性が高まっていた満州に、日本の傀儡国家として満州国を建国。そしてそこへ開拓団として多くの日本人が送り込まれます。1939年、満州国を警備していた日本の関東軍がソ連軍と満蘇国境を争ってモンゴル高原のノモンハンで激突。ノモンハン事件。強力なソ連の戦車部隊の前に関東軍は敗北を喫します。日露戦争の恨みだ。日本はこの事件で大国ソ連の恐ろしさを改めて知りました。1939年、昭和14年9月、ドイツがポーランドに侵攻して第二次世界大戦が勃発。1941年4月、戦力をヨーロッパ側へ集中させておきたいソ連と日中戦争の最中であった日本は日ソ中立条約を締結。日本とソ連はお互いを敵としないことを約束しました。1941年6月、日本と軍事同盟を結んでいるドイツがソ連を奇襲。熾烈な独ソ戦が始まります。戦局はドイツが有利だ。我々も背後からソ連を攻撃すべきだ。ソ連とは中立条約を結んだ日本ですが、関東軍は満州に兵力を結集し大規模な軍事演習を行います。関東軍特殊演習。これは演習としながらもすぐにソ連への侵攻が可能な軍備増強政策でした。日本の奴らめ、背後から攻撃してくるのではあるまいな。ドイツとの戦いに集中したいソ連ですが、背後で関東軍が怪しい動きをするため極東にも兵力を割いておかなければなりませんでした。アメリカやイギリスが理不尽にも満州から撤退するように要求してきている。これから先どうなるかわからない。ソ連と戦争などしていられるか。日本政府首脳はソ連との開戦には消極的であり、攻撃は行われませんでした。そしてアメリカとの交渉でいよいよ戦争を避けられなくなった日本は、太平洋戦争、大東亜戦争へ突き進んでいくことになります。1941年、昭和16年11月、択捉島の一カップ湾に日本海軍の機動部隊が集結。12月8日、一カップ湾を出撃した機動部隊はアメリカ、ハワイの真珠湾を攻撃したのです。真珠湾攻撃の後、アメリカとの戦いを有利に進めていた日本ですが、ミッドウェー海戦で敗れたあたりから戦局は悪化していきます。1945年、昭和20年2月、ソ連領ヤルタでソ連、アメリカ、イギリスによる
連合国首脳会談が開かれ、ヤルタ会談、この中で極東地域に関する密約が交わされます。日本を降伏させるためにはソ連の対日参戦が必要だ。日ソ中立条約は破棄して日本を攻撃してくれ。いいだろう。もう少しでドイツとの戦いに勝利できる。ドイツが降伏したらその3ヶ月後に対日参戦しよう。ただしその見返りとしてカラフトと千島列島は我が国の領土とさせてもらうよ。実際は北海道まで取らせてもらうがね。ソ連に好き勝手をされるとまずいぞ。1945年5月、独ソ戦に敗れたドイツが降伏。もはや戦争の継続は不可能だ。日本はなるべく損害の小さいうちに停戦するため、連合国と和平交渉をしたいと考えていました。中立条約を結んでいるソ連に頼んでみよう。日本は交渉の仲介をソ連に依頼しますが。ふむ。とりあえず話だけはしてみるがね。ソ連ははぐらかした回答を続け、時間稼ぎをしました。その間も日本の形勢は不利になっていきます。お前たちの命運は尽きているのだ。1945年7月、アメリカを中心とする連合軍は日本へ降伏を勧告。ポツダム宣言。日本軍の無条件降伏を要求する。日本は暴力によって略取した地域からは撤退しなければならない。日本がこのポツダム宣言への対応を協議している中、1945年8月8日。我々ソ連は日ソ中立条約を破棄し、日本に対し宣戦を布告する。和平の交渉を頼んでいたのに、いきなり条約を破棄するとは。お前たちがシベリアへ出兵してきたり、独ソ戦の時に背後から脅しをかけたことを忘れたのか。アメリカだけに日本を占領させて、いい思いはさせんよ。後編に続きます。いかがでしたでしょうか。ぜひ皆様のご意見をコメント欄からお聞かせください。このチャンネルでは歴史上の人物や出来事を取り上げて漫画で紹介していきます。面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ナレーションは春風島でした。ご視聴ありがとうございました。